82式式通信車は日本において第二次世界大戦後初めて実用化された総輪総校車である陸上自衛隊で使用され主に師団司令部や普通科連隊本部特科連隊本部などに1983年から配備されている防衛省は略称を CCV 公式愛称をコマンダーとしており自衛隊内では単に式通信車 または名称を略して、式通とも呼ばれている。陸上自衛隊では、悪路走破性の高さから、戦闘車両は無限軌道による、早期式を採用してきたが、1974年に、防衛庁は、早臨式の軌道性研究を行うことを決定し、1977年まで試験を行い、早臨式でも、早期式とそれほど変わらぬ悪路走破性を得られることが、わかり、 1978年に三菱重工業に三軸六輪駆動の小松製作所に二軸四輪駆動の新型指揮者の試作を発注し、1979年から1980年にかけて4両の試作車が完成。三菱設計案を小松製作所が取り入れ、1982年に82式揮式通信車として正式採用された。生産は、 小松製作所が担当し、最終調達契約年度は1999年231両が調達された。1両あたりの価格は1億円近いと推定されている。一般的に式通信車は既存の走行戦闘車両に通信機材などを追加する形で開発されることが多いが、本社は当初から通信機能に特化した車両として開発された。 三軸六輪駆動による総輪式を採用し、全二軸がリンケージステアリング方式による操打機能を有する。変速機は前進六段、後進一段に副変速機二足が組み合わされる。サスペンションはトレーディングアーム方式である。また、推進1メートル程度の渡化能力を有している。全部の操縦室はペリスコープではなく、 防弾ガラスによる直接視察方式となっている。その操縦室上面には2つのハッチがあり、助手席側に当たる部分に重火が設けられ、開発当初は62式 7.62mm 機関銃を設置できるようになっていたが、同機関銃の更新に合わせて 5.56mm 機関銃、ミニミを装着することができるよう変更されている。また、 操縦席前面と左右側面の窓には、装行板が取り付けられており、必要に応じて開閉が可能である。操縦室より、後ろの車体部分は高張力構成の前、溶接構造を採用している。車体両側面と後部には、横ヒンジ式のドアが設けられてあり、乗員の乗降ができるほか開け放って外部に、偽装網を転調した上でテーブルを置くなどし、 式通信のスペースを広げることもできる。操縦者は車体側面から車体上部に上り、操縦席上部のハッチから出入りする。車体全部右側に操縦主席があり、全部と後部は通路で繋がっており、通路左側にエンジンがある。車体後部の容量確保のため、トランスミッションなどの駆動機構意識は車両全部下側に集約されている。 後部上隕石には指揮通信要員が6名登場できる。車体の中央部、発電機はエンジン停止中でも作動させることができ、車両左後ろの上部に排煙用の蓋が設けられている。また、戦闘室の上面にある2つのハッチのうち、右側には重荷が設けられており、12.7mm 重機関銃 M2 を据え付けられる。 反対側のハッチにはペリスコープが設けられているので、車内より全周を視察することができる。サイドウォール強化型コンバットタイヤを装備しており、不整地走行による空気圧低下に際してもグリップが維持できるようになっている。しかしながら、車両に合うスタッドレスタイヤがないため、陶器の移動は夏タイヤにチェーンをはめて走行をする。あとに本車両をベースとした87。 式偵察系会社と科学防護者が開発された。また、同じく小松製作所が製造している96式、送輪装甲車の開発にも、現代でも一線装備として使用されているが、増大する情報量への対応、式通信要員が携帯式のパソコン等を持ち込んで処理するなど、開発時とは様相が変化してきたため車内の容量は圧倒的に不足しており、 また、重式戦車に代表される C4 i 機能への対応、連帯式システムの導入も進められてはいるものの、未だ配備全数は対応していない。このため96式総輪装甲車に、モニターや机等を設置して、式車両として用いる場合がある。将来の総輪戦闘車両構想で、式通信型が提案されている。ゴジラシリーズ、ゴジラゴジラを、 ハルミフ島で迎撃する陸上部隊に含まれているが、ゴジラの放射熱線を受け破壊される。ゴジラ VS ビオランテ実写が日本映画初登場。ゴジラとビオランテが最初に対決する足の湖では、第1、第34普通科連隊の車両軍と共に湖畔に展開し、ゴジラに対するサンダービーム作戦が行われる若さでは、対 G 作戦前線本部前に配置される。 ゴジラ VS キングギドラ74式戦車などの自衛隊車両軍とともに富士山陸に着陸したマザーを包囲する。撮影には富士共同団所属車両が使用されている。ゴジラ VS モスラ東京に上陸したモスラを攻撃する陸上部隊の指揮をとり、その後国会議事堂に眉を張るモスラを包囲する。撮影には富士共同団所属車両が使用されている。 ゴジラ VS デストロイヤ各種メーサー車や90式、戦車などの自衛隊車両軍と共に、臨海副都心に展開して、エンジンを組み、デストロイヤ要隊を迎撃する。撮影には、富士共同団所属車両が使用されている。ゴジラ2000ミレニアム第一師団所属車両が登場。東海村での対ゴジラ迎撃戦では9時、川河川敷機の式所前に配置され、ミレニアムの UFO が、 東京上空に飛来した際は、新宿で住民の避難誘導を行う普通化部隊の指揮を取る。ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃防衛軍の指揮者として登場。横浜市での対ゴジラ迎撃戦に投入されるが、放射熱線を受け破壊される。ゴジラメカゴジラ特製自衛隊と陸上自衛隊第一戦車中隊の指揮者として登場。特製自衛隊所属車両は、 冒頭にて、立山市に上陸したゴジラを迎撃する90式、メーサー殺重工戦車の指揮を取る。第一戦車中隊所属車両は、ゴジラが品川方面から上陸してくることを受けて、品川不頭に展開し、ゴジラ出現を報告する。品川のシーンの撮影には、富士共同団所属車両が使用されている。ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS 特製、自衛隊と、 陸上自衛隊第1戦車隊の指揮者として登場。特製自衛隊所属車両は、加盟場の死体が打ち上げられた九十九里浜に出動する。第1戦車隊所属車両は、ゴジラの上陸に備えて、品川防衛ラインに配置され、品川開発区第17号地の不当に展開し、ゴジラ出現を報告する。新ゴジラ終盤のゴジラに対する、 ヤシオリ作戦に再試編成されたヤシオリ戦闘団の指揮者として登場。主人公の矢口乱道を立川広域防災基地から現地へと輸送しており、作戦終了後は練馬中屯地に帰還している。撮影には第一師団司令部付け隊所属車両などが使用されている。戦国自衛隊1549極秘実験中の事故で戦国時代にタイムスリップした第三。 特別実験中隊を救出するため、現代から1549年に送り込まれたロメオ隊の指揮者として登場。アンモ城から脱出する際などで貴重な装甲戦力として活躍する。小説版では、04式式通信車と表記されている。デスカッパ・ハンギョラスの出現を受けて、大都市へと出動する陸上自衛隊部隊に含まれている。平成ガメラ三部作、 ガメラ大海獣空中決戦不ス裾野でガメラを攻撃する陸上部隊の指揮所に配置される。撮影には第一偵察隊、公社共同隊所属車両が使用されている。ガメラにレギオン襲来札幌市及び仙台市に総隊とレギオンが出現したことを受けて出動する。その後、東京へ向かい進行する巨大レギオンに対する戦闘時には、 防衛拠点の戦闘式書前に配置される。撮影には、札幌のシーンでは、第11師団司令部付け隊所属車両が、仙台のシーンでは、第22普通科連隊所属車両が、防衛拠点のシーンでは、第1師団司令部付け隊所属車両が使用されている。ガメラ3者新覚醒第37普通科連隊所属車両が登場。奈良県に出現したイリスに対する、 防衛出動命令が発令されたことを受け、イリスを攻撃すべく吉野山へ出動する。SFX 巨人伝説ライン第10話と、第11話では進行するバグズンを、第13話では、千葉県付近で、レッドコングを迎撃するため出動する。撮影には、陸上自衛隊武器学校所属車両などが、使用されている。ビジュアルバンディッツ第1話に、奈良市の空挺団あるいは、 富士第3偵察連隊所属車両として登場。群馬県北西部での巨大生物出現を受け、災害派遣として出動する部隊の一翼を担う。ウルトラマン・オブ・ザ・オリジンサが第8話に防衛軍の指揮者として登場。東京に命の木が出現した際に周囲を封鎖している。幻星神ジャスティライザー国防軍の指揮者として登場。第44話では、ライゼロス攻撃を行う。 陸上部隊の前線式を行い、第50話では、ブルガリオの大軍を迎撃する、大居獣、メーサータンクに随伴している。イノセント・ビーナス国防軍の指揮者として登場。学園目視録ハイスクール・オブ・ザ・デッドアニメ版、第5話に登場。高木さやの思考内にて、治安維持のため外中に展開し、警戒にあたる様子が映されている。デビルマン・シブヤ109前に展開した。 武装警察が錯乱した男を射殺する際使用。機動警察、パトレーバー QOVA 版に登場。空母い吹第45話から特殊作戦軍への支援装備として登場。中国軍に占拠され特殊作戦軍が孤立する。石垣島に空中投下するため C-2 に搭載される。しかし、投下寸前で C-2 が 中国軍の攻撃を受け右翼エンジンを被弾し、その際に台車から脱輪したために投下不能になるが、上院。以後は特殊作戦軍の貴重な走行戦力として活躍する。クレヨンんちゃん爆発。温泉ワクワク大決戦74式戦車と90式戦車からなる混成部隊の指揮者として、実車にはないスピーカーを取り付けた車両が登場。フロンギライテロ組織。 ユザメの巨大ロボットを迎撃するため出動し、隊員たちを鼓舞するため、スピーカーから怪獣大戦争マーチを流す。ゲート自衛隊彼の地にて、各戦いリマンがアニメ版に異世界へ派遣された自衛隊の装備として登場。アニメ版第1話では、銀座4丁目と異世界をつなぐ門に突入する先遣隊の指揮を取る。コンペキの艦隊 OVA 版に、 六式総輪指揮者として登場。続、戦国自衛隊戦国時代へタイムスリップした自衛隊の装備として登場。関ヶ原の戦いに投入されるが、指揮者であるためか、突如として現れたアメリカ軍の R-64D アパッチロングボウから最初に攻撃された車両となった。ナルタル富士共同団所属車両が登場。東富士演習場でハイヌエレを攻撃する。 自衛隊、三国志三国時代へタイムスリップした自衛隊国際連合平和維持活動部隊の装備として登場。主人公たちが同様にタイムスリップし、早々に味方する中国空軍に空爆された任意の城から脱出する際に乗車する。ゼウス、人類最悪の敵第18普通科連隊、所属車両が登場。 北海道に出現したゼウスと呼称される怪物の対策に奔走する主要人物の東北にさに移動手段として提供される。はい、マックスシミュレーター一部ミッションを除き登場。要請することで死体地ミサイルによる支援攻撃を行う。撃破されるとゲームオーバーになるので重要な役割を持つ。また、クリア後のおまけとして使用可能で、 海 -2 や F-15J による航空支援を行う。ウォーゲームレッドドラゴン自衛隊デッキに 8NI 式 CV の名称で登場。マブラブオルタネーティブ日本帝国軍及び在日国連軍で使用されている。自衛用に遠隔操作式 12.7mm 重機関銃を搭載している。ありがとうございます。